皆さんこんばんは。こんばんは。皆さん本日もご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日もお家にいながらまるでお店に来たかのような気分でお買い物を楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、本日の MC は私セールススペシャリストの山川です。よろしくお願いいたします。はい、そして今日のパートナーはビューティーアドバイザーの玉田さんです。はい、ビューティーアドバイザーの玉田です。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ本日は5月17日から発売の2つのシリーズをご紹介していくんですけど、まず1つ目はもう皆さんの話題でね、はい、持ちきりコメントをたくさんいただいてましたね、はい、いただいておりましたアーティチョークシリーズをご紹介するんですが、はい、私香りも使用感もすっごい大好きだったんですけど、玉田さんはこちら使ってみていかがでしたか？私このボディケアアーティチョークシリーズ使ってすっごいスベスベになったんですよ。スベスベになるんですよ。ちょっと触ってたくなるような、はい、そんなボディケアシリーズです。はい、はい、まさにアーティチョークシリーズはマッサージのエキスパートボディケアのシリーズになります。そして2つ目、本日こちらをご紹介します。はい、はい、じゃじゃん。はい、イモーテルですね。美肌へ導くイモーテルを使ったクレンジングオイルが新登場いたします。はい、本日は実際にビューティーアドバイザーがメイクを落としてね、試していただきたいと思いますので、こちらもぜひお楽しみにしていてください。はい、はい、そして今回のライブショッピングも素敵なプレゼントをご用意しております。はい、はい、ライブ限定のプレゼントはこちらです。はい、じゃーん、ふんわり柔らかイモーテル柄ルームシューズでございます。はい、浜田さん、はい、推しのコメントをお願いいたします。私今手に持ってるんですけど、手触りすごいいいんですよ。うん、中がまさに素足でこうスッて履く、なんか足指なんかこう気持ちいいっていうような、まさにお風呂上がりに履きたくなるような、そんなルームシューズですね。うん、なんか柄もね、イモーテルとこうプロヴァンス感あふれる柄になっているので、力プロヴァンス感を楽しんでいただけますよね。はい、やっぱりおしゃれは足先ですので、はい、足元柄ですね。足元柄なので、お家でちょっとおしゃれに使っていただけるのではないかなと思います。はい、こちらをゲットするためのクーポンコードは、ご紹介していくちょっと途中で中ほどで発表していきますので、はい、もう少々お待ちくださいませ。はい、はい、それでは早速ご紹介に入ってまいりましょう。はい、はい、これからの季節にぴったりの、まずはこちらのアーティチョークシリーズでございます。はい、はい、ではそもそもアーティチョーク皆さんご存知ですかって質問させていただいたんですけれども、ここで一旦アンケートを締め切らせていただきます。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、結果としましては、なんと知ってる方と初めて知ったという方が50%、 50% ってちょうど半分。なんか私意外で、実は私自身知らなかったので、知らない方結構多いんじゃないかなって予想してたんですけど、結構皆さんやっぱり美容痛なのでね、知ってる方が多いイメージだったんですけれども、美容痛の玉田さんももちろんアーティチョークはご存知だったんでしょうか？あの美容痛の玉田は知らなかった、はい、知らなかったです。なるほど。で、このアーティチョークシリーズが、まあ、福さん登場するって言って、この繊維が出ることで知りました。はい、私もです。はい、あんまり聞きなじみのない方がね、やっぱり多いかもしれないんですけど、じゃあなぜ六志さんはこちらのアーティチョークに注目したのか教えていただけますか？はい、はい、アーティチョーク、まさにこちらですね。先ほども見ていただいた、はい、こういった、これ実はお野菜なんですね。うん、ね、はい、食べ物です。はい、食べ物です。アーティチョークは食物繊維がとても豊富で、ヨーロッパの女性たちからはビューティーベジタブル、はい、と呼ばれて愛されている、そんなお野菜です。うん、でヨーロッパの女性たちはこのアーティチョークの茹で汁をこうお茶代わりに飲んでるそうなんですね。え、ちなみになんか浜田さんも飲んだということを聞いたんですけど、はい、いかがでしたか？あ、でも飲むことでこうなんか内側がこう綺麗になるんだろうなっていう、なんかこちら、なるほど、飲んでこう綺麗になれるんだって、あ、ちょっと頑張って飲んでみようかなって思えるような、そのまあビューティーベジタブルをぜひボディケアにも取り入れよう、うん、と六志さんはアーティショークに注目したんです。なるほどですね。はい、話題のね、アーティショーク、まさにこちらになっているんですけども、皆さんどうでしょう、あの想像通りだったでしょうか？ねえ、なんか、うん、多分料理でなんか食べたことありますよっていうコメントもしてくださったんですけど、うん、こんなに大きいっていうこともね、ご存知だったんですかね。ねえ、大きいですよね。日本でもレストランのメニューですとか、あと瓶詰めタイプ
なの結構だんだん見かけるようになってきていて、まあ、某レシピサイトですと、はい、アーティチョークと検索すると229件、うん、結構上がってますね、レシピが上がっていました、うん、ぜひ皆さんにもアーティチョークのこともっともっと知っていただきたいので、うん、せっかくなのでこのアーティチョーク食べてみませんか。いいんですか、食べたいです。食べてみますか、はい、はい、じゃあちょっとこのアーティチョークを使って、はい、玉田クッキングスタート。スタート。食べていきますね。はい、お願いします。先生、はい、出来上がったのがこちらです。早いですね先生。今日の料理は何でしょうか。はい、本日の料理は、はい、アーティチョークのマリネです。マリネ美味しそうですね。美味しそう、はい、じゃあ早速、じゃあ山川さん、いいですか、いただいても、はい、はい、でちょっと爪楊枝も用意しておりますのでいただきますね。あ、なんか身も結構大きいんですね。そうですね、ちょっと取れるかな。こんな感じです。皆さん、はい、ちょっと引きですいません。ちょっといただきますね。はい、いかがでしょう、マリネになっているのでね。うん、おいしい。ちょっとなんかすいません、歯が入ってますよ。なんか食感があって、はい、食べた感じなんかタケノコにちょっと似た感じの柔らかさ、うん、さっき歯ごたえもあるって何かすいませんおっしゃっていただいたんですけど、はい、すっごい美味しい、ね、美味しいですよね、うん、私もちょっといただいたんですけども、うん、美味しかったです。これ何にでも合いそうな感じですけど、はい、なんか食べて美味しいし、うん、なんかこれで綺麗になれるんだったら本当に嬉しいですよね。そうですね、うんうん、毎日と食べたらちょっと贅沢な気分にもなれそうですね。ちょっと高級なそんな味ですね、うん、はい、先生ありがとうございます、はい、美味しかったです。あ、きなこさんありがとうございます。クッキング早かったですか。スピードクッキングです。皆様、はい、あの見つけたら食べてみてください、はい、ぜひ探してみてください、はいはい、じゃあこのアーティチョークのエキスをたっぷりボディケアアイテムに使ったのが今回の新作のアーティチョークシリーズということなんですね、はいはい、なぜ今出るかというと、登場するかというと、うんうん、はい、皆さん今日からゴールデンウィークですね。皆さんどっかに行くんでしょうか。私たちは今上野にいるんですけども、はい、上野の、ま、天狗の、ね、外とかもすごいたくさん人がこういらっしゃって、食べてました ね、 ね、旅行の方なのかな、遊びに行くのかなっていう、うん、すごいエンジョイされている方もいらっしゃいますし、はい、逆にこうねゴールデンウィークお仕事だよっていう人もね、うん、多くいらっしゃるかと思います。多いと思います、はいはい、やっぱりね、あの、まあ、そういうバタバタするゴールデンウィーク、うん、で季節の変わり目ですとか、あとあの環境の変化で寒暖差とかもありますし、うん、しかもそういう時期に、しかももうすぐ梅雨も始まりますね。はい、ずっと、はいはい、そうなってくるとね、心もなんかこうどんよーり、なんとなくしのーいっていうような、知らないうちにこう無理をしてこうしまっている心と体をこうマッサージすることで、まあ、気分もこうすっきりリフレッシュできる、そんなボディケアシリーズになっています、はいはい、ちなみにこっち6下のアーティチョークシリーズに入っているアーティチョークは南フランスでオーガニック農法で作られたアーティチョークを使ってるんですね、うん、はい、アーティチョークのエキスには実はお肌の引き締め成分が、はい、なのでまさにもマッサージの時にこう使ってほしいっていうアイテムなんですね、うん、はい、皆さんもマッサージとかも、ね、されますでしょうか ね、 ね、じゃあこちらからは新しい製品が2製品出るということで、はいはい、まずは角質ケアで潤いをなじみやすくしてくれる手前かな、はいですね、スクラブと、はい、しっかり潤ってマッサージに最適なボディクリームが出てくるんですが、その2つがセットになったお得なセットがこちらということですね、はい、こちらのアーティチョークデュオです、はいはい、スクラブ、ボディクリームに加えて、はい、オリジナルのマッサージ用カッサが、うん、はい、ついてくるんですよ。これがいいですよね。そうなんです。私も欲しい。これいいんですよ。あの石の素材でできてるんですけども、うん、結構肌にピタッとこうフィットしやすくて、こう軽い力で、ね、こうマッサージできるような、うん、そんなカッサになっています。色もね、綺麗ですよね。はい、綺麗です。はい、使い方をね、はい、浜田さんにレクチャーしていただきたいと思います。はい。はい、では、私はスクラブをしますので、お風呂に行ってきます。はい。はいはい、バスタイム。はい。はい、行ってらっしゃい。玉田さんでは準備はそろそろどうでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ではバスルームですね、はい、移動していきましょう。はい、はい、お風呂です。バスタイムです、はい、ではご紹介していきましょうか、はいはい、ではまず一番初めにバスタイムの中、お風呂の中で使っていただきたいのがマッサージスクラブですね。こちらですね。はい、
じゃあちょっと開けていただくと、今回マッサージとともにスクラブができるお手軽アイテムなんですが、中が皆さん見えますでしょうか。ちょっとね、ねっとりとしたお砂糖のスクラブです。こうねとーっとしていて、私なんかつけててマーマレードジャムのような甘とろんとした、ね、質感に近いですよね。そうですね、こんなにとろっとしてますね、はいはい。では早速使い方なんですけど、乾いた肌に使うんですが、まず体を洗った後に水気を拭き取っていただいてから使っていきます。はい、では今日はどこにつけていただけますでしょうか。はい、じゃあふくらはぎでちょっとケアしていきたいと思います。はい、ではまず足の気になるところにちょっと適量をまず手元に出していただきまして、よいしょ、こんな感じですかね。はい、まずではお手元に出していただきましたら、はい、はい、足元気になるところにちょっと広げていきましょう。はい、はい、のところですね。はい、そしたらくるくると円を描くようにマッサージしていきます。くるくる、はい、で先ほどのピタッとつくような ねっとりした質感なので、はい、密着してしっかりマッサージのケアができるような質感になっていますが、玉田さんどうでしょう。実際すごくね、こうクリームと一緒にこうピタッとくっついてまして、私よくスクラブお風呂とかでもしてると、はい、こう粒がコロコロコロっと転がってこうどこかに行っちゃったりするんですけども、うんうん、はい、あのお砂糖でできたスクラブがピタッとくっついてるので結構落ちにくい、うんうん、そんなテクスチャーになってるのですごくスクラブしやすいです。はい、バスタイムがね、一番ご自身の体と向き合えるゆっくりした時間だと思うので、もうここがという気になるところに週に2回ほどで使ってください。はい、はい、そして玉田さん、こちらのスクラブ実は秘密があるんですけれども、はい、なんだかお肌がポカポカしていませんか。そうなんです、ちょっと温感であったかくポカポカしてきました。あったかくなるのがね、ちょっとまたいつもと違う感じですよね。うん、そうですね。はい、はい、そしたら流していきましょうか。はい、はい、この洗い上がりもね、ぜひ見ていただきたいんですけど、私スクラブいろいろ試してきましたが、このスクラブで洗った後のチュルンとした柔らかい質感がもうとびきりお気に入りです。洗い流した感じはどうですか。スルッと落ちる感じですよね。そうですね、スルッと落ちて、で香りが今ね、ふわっとアーティチョークのこのシーズンの香りがまさに広がってます、うん、すごいいい香りがバスルームに広がってますね。はい、あの、はい、まさにこうハーブとちょっとグリーンな香りなんですけども、うんうん、すごいナチュラルな香りで、なんかこう例えると何でしょう、海外の高級なスパのこう、はい、コースを受けているような、そんな気分にさせてくれるような特別感のある香りですね。すっきりしてます。贅沢な気持ちにさせてくれる感じですね。はい、はい、では洗い上がりをちょっとアップで見ていきましょうか。はい、皆さんいかがですか。ちょっとこうプルンとした感じ、お分かりになりますでしょうか。どうかな。すごいね、しっとり、はい、してますね。てんてんさんから、足が白くて羨ましい、綺麗な肌ですね。ありがとうございます。佐田さんも綺麗、足を褒めていただいてます。ありがとうございます、はい、いいです。佐田さんのこの美肌のケアは秘訣は何なんでしょうか。あ、やっぱりまさに今スクラブをしたんですけども、はい、美肌の秘訣としては角質ケアなんですね。はい、今年冬寒かったですよね。寒かったですね、はい、寒いとやっぱりこうね、冷えるとやっぱこうお肌のターンオーバーとか乱れてしまったりするので、こういらない角質とかがこうたくさんいるので、はい、それを今こう角質ケアでスルンと取ってあげると、はい、ゆで卵みたいなこうむき卵肌に、あ、確かに、うん、あの質感に近いですね。そうですね、はい、お肌のしっかり大掃除ができることでボディクリームの入りも良くなるので、うんうん、春先のボディケア、もちろんお顔もですけども、はい、お肌の大掃除は今特に美肌のためには特にやってほしいお手入れの一つです。はい、はい、そうしましたらですね、はい、お風呂から出た後、はい、今リビングですね、はい、今リビングになりました、はい、リビングに瞬間移動しました、はい、はい、じゃあ、お風呂から出た後に使っていただきたいのがもう一つのマッサージクリームですね。はい、はい、こちらも開けていただくとちょっと変わった質感になってまして、ちょっとね、上に上げていただくと少し糸を引くような、トローンと、そうなん、トローンとしたテクスチャーで、これがまた肌に密着するとね、すっごく気持ちいいんですよね。はい、気になる3箇所、皆さんが気になる足、
そして腕もね結構むくみやすいので腕と、はい、あとはガッチガチになりやすい首肩にちょっとつけてみていこうと思うんですが、はい、まずつける前の簡単なポイントっていうのがありまして、はい、皆さんリンパ節って聞いたことあると思うんですけれども、そのリンパ節を軽くね押したりさすってあげると流れがさらに良くなるので、うん、まず足の場合は足首、はい、膝裏で太ももまでする場合は股関節のところにもあるので、このあたりを玉田さんのようにさすったり、あと軽く押してあげるとよりおすすめでございます。はい、ではそうしましたらクリームを手に取っていただいて、はい、はい、では足全体にまず伸ばしていきましょうか。はい、はい、そうしましたら先端から上に向かってちょっと引き上げるような感じでね、手でするときは今の玉田さんみたいにしていただくのがおすすめなんですが、今回はもっと簡単にできるカッサがございますので、下から上に向かってスーッと、はい、使用感どんな感じでしょう。痛くないですか。そうですね、カッサもすごい滑らかなので使いやすいんですけども、うん、先ほどアーティチョークのボディクリーム、はい、粘度があるトロッとしたヨーグルトみたいなクリームなのでつけることで滑りが良くなるので、カッサのね、うん、こうケアもしやすいですね。力加減はどのくらいでしたらいいでしょう。軽く当ててちょっとクッと引き上げるようなイメージで使っていただくと、はい、食べるだけでも簡単ですしね、ながらケアでできるのもいいですよね、うん、はい、そうしましたら足の後にしていただきたいのが今度腕なんですけど、はい、腕の場合は脇のところにねリンパ節があるのでそこ軽く押してあげてから、じゃあ腕も同じように適量を取っていただきましたら、はい、腕全体にまずは広げていただいて、はい、じゃあカッサを使って、はい、手首の方から肩に向かってこちらも軽く流すだけで簡単にできますね。首もね皆さん結構肩こりお悩みの方も多いと思うんですけど、おすすめの使い方はどうでしょう浜田さん。はい、うん、肩も肩ですが首ですね、私もすごい首凝って肩凝ってってよくなるんですけども、はい、ボディクリームを取っていただいてこうなじませた後に撫でるように首から肩先にこう流すように使っていただくと、うん、マッサージすることでケアできるかと思います。はい、とっても簡単にできるので、こうマッサージしなきゃダメっていう風になるとなんか難しいイメージあると思うんですけど、うん、今みたいに伸ばしたらあともう流すだけで簡単にケアができる、はい、そんなシリーズになっておりますので皆さんにもぜひ試していただきたいです。ちょっと最後にもうどんな香りでお手入れできるかっていうのを玉田さん一言教えてください。はい、まさに先ほどお伝えしたスパにいるような気分でもケアもできるんですけども、うん、本当にこう爽やかな香りでこう森林浴をしているような、うん、こうリフレッシュできるようなボディケアで、かつお肌もプルッと潤って引き締まるっていう、そういったボディケアシリーズになってます。はい、はい、ぜひ皆さんお試しになっていただければと思います。はい、玉田さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんアーティチョークの魅力は十分に伝わりましたでしょうか。おかえりなさい玉田さん。ただいまです。戻りました。なんだかちょっと少し軽快な感じがしましたけど、気持ち気分もリブも軽く、はい、ちょっとリフレッシュできたのでちょっとスッキリした。いい声します。すごいすごい香りします。すごいね、しかもツヤツヤになるんですよね。本当にね、ちょっといいですか。はい、本当にね、ツルンツルンなんですよ。このね、ツルンツルンのね感じはぜひ皆様にも、はい、体験していただきたいと思いますので、ぜひこちらをお試しいただければと思います。アーティチョークの魅力をねたっぷりお伝えしたところで、はい、ちょっと後半戦に行きたいんですけど、いよいよ私はもうお買い物したいよっていう方もきっといらっしゃると思いますので、クーポンコードすいませんお待たせしました、発表していきます。はい、はい、今回のクーポンコードはこちらです。こちらです。はい、2304LIVEYT です。はい、クーポンの使用方法もご説明していきます。はい、はい、製品をカートに入れて購入手続き A とボタンを押していただくと、このようなカート内の画面に変わりますので、こちらでプレゼントコード 2304LIVEYT を入力して隣の送信ボタンをポチッと押してください。はい、クーポンコードは配信中のみ表示されますので、こちらもメモをお願いいたします。はい、そしてプレゼントは先着400名様分。はい、ふんわり柔らかいモーテル柄、先ほども皆さんね可愛いとおっしゃっていただいてたんですけど、はい、こちらのルームシューズをプレゼントいたします。
税込み8800円以上のご購入でお一人様1回のみ使用可能です。お買い物対象はご予約製品含む6社の公式通販ページ全てが対象となっておりまして、今ですね5月14日までは送料無料キャンペーンも行っておりますので、うん、ぜひこの機会にご利用いただければと思います。ゲットしてください。では早速ここから、皆さん大好きなイモホテルを使ったシリーズをご紹介していきたいと思います。ちょっとチェンジしていきますね。ではこちらを、イモホテルシリーズをご紹介していきます。じゃあ、今回こちらの一番左かな、こちらにクレンジングオイルが入ってるんですけど、こちらが新製品で登場しておりまして、先ほどのアーティチョークシリーズでね、皆さんこうマッサージでリフレッシュできたところで、今度はお顔も余分な汚れがたまりやすい、そんな時期になっておりますので、素肌も一緒にリフレッシュしていきましょう。こちらのクレンジングオイル、私使ってみたんですけどね、一言で言うと、感動クレンジングです。本当に感動したんですけど、テクスチャー、香り、そしてこだわった成分、効果ね、もう大満足だったので、クレンジングオイルってちょっとなって思ってる方にも一回使ってみてほしい、そんなクレンジングだったんですけど、洗うものってね、結構パパッと皆さん済ませてしまいませんか？そうですね、なんか毎日のことなので、パパッと終わらせて、パパッと全部終わらせちゃう、本当に手早くなっちゃうのがやっぱり洗うケアですね。そうなんですよ、皆さんね、塗り込むのをお手入れ時間かけてても洗うのパパッてしちゃったりするんですが、洗うところがね、実はすっごい大事なんです。こちらのクレンジングオイルはね、サラサラなんですけど、ちょっとクッション性もあるので、お肌をね、こうなんてふわっと密着しながら包み込んでくれる感じが、とにかく気持ちいいので、特にこのイモホテルのすっきりしたハーブの香りでリフレッシュしながら、ちょっと丁寧に洗いたく私はなるぐらい本当に感動したんですけれども、皆さん気になる洗い上がりがねちょっとあると思うんですが、洗い上がりはもうとにかくねプルンと柔らかい感じになって、これクレンジング後のお肌なのっていうぐらい潤って滑らかになったのが私本当にびっくりして、素敵ですね。そう、感動したんですよ。これから気になる小鼻、顎、皆さんザラつき気になりますよね、このね、毛穴の気になりますね、この小鼻と顎先すっごいツルツルになるのを私も感じたので、この時期は特に皆様に1回使っていただきたい、そんなクレンジングなんですけど、玉田さん、こちらのイモホテルのクレンジングリッチクレンジングオイルは、どんな特徴があるのかちょっと詳しく教えていただけますか？まさに皆様ご存知の方も多いんじゃないでしょうか、ロシタのスキンケア大イモホテル、イモホテルのエッセンシャルオイルなんですが、ロシタなんと20年かけて研究に研究を重ねてるんですが、すごい、そちらの、成分も入ったのがこのクレンジングオイルの、シリーズになります。こだわりのオイルですね、まさに美肌クレンジングですね、でメイクを落としながら張りのケア、ツヤのケア、一緒にできるんですよ、なんて贅沢なんでしょう。そうなんです、やっぱりこう贅沢でツヤっとした仕上がりにもなるんですが、一緒にキャスターオイルですとか、サトウキビ由来のオイルが入っているので、先ほど山川さんがおっしゃってた小鼻の毛穴汚れ、角栓汚れですね、気になりますよね、このあたり。そうなんですよ、このケアっていうのを一本でできる、そんなクレンジングなんですね。本当に洗うものにこだわることが大事なんだなっていうふうに改めて感じたんですが、美肌の秘訣は本当に落とすアイテムだと思うので、ちょっとここは見落としてたよっていう方は今回ぜひね、しっかり見ていただきたいなと思うんですけど、では実際にメイクどんな感じで落ちるのかな、洗い上がりもね皆さん気になりますよね、ということで早速ちょっと見ていただきたいと思うので、ちょっと私は今度リビングにね、移動していきますね、ちょっと行ってきますね、よいしょよいしょ。そして今回はですね、素敵なモデルさんに、ちょっとお手伝いをいただきたくお待ちいただいていたんですけれども、モデルはビューティーアドバイザーの中村さんです。すいません、よろしくお願いいたします。では早速、クレシューズリッチクレンジングオイル、使用方法もね、一緒にご説明していきたいと思うんですけど、こちらのクレンジングオイルはオイルタイプなので、乾いたお肌に使っていきます。ではクレンジングオイルを手のひらに8プッシュ出していきます。
で、ね、たっぷり使うっていうのがポイントでございまして、出しましたらちょっとこう手のひら全体でなじませながら広いところから伸ばしていきましょうか。頬、はい、頬につけて、で額につけて、はい、で細かいところ鼻先顎につけていきます。はい、そうしましたら頬、額はね、本当に皆さん結構力入れてね、ゴシゴシ洗ってる方多いイメージなんですけど、滑らせるだけでスルンとメイクがね馴染んでいくので、こすらずに洗うっていうところも美肌を作るポイントの重要な秘訣なんですけれども、皆さんどうでしょう、見てすごく気持ちよさそうじゃないですか、うん、はい、このようにね、肌が浮かないように洗うっていうところがポイントでございます。そして小鼻と顎先のちょっとザラザラするところは指でくるくるくると細かく動かしてあげると、洗い上がりがねすっきりツルツルになるので、このように使ってみてください。で、今日はちょっとしないんですけど、クレンジングオイルは首までしていただくのが実はおすすめでして、結構皆さん首ってね汗かきやすいですし、この時期は日焼け止めもたっぷり使うと思うので、首まで洗うとね、もっちもちのふっくらすべすべ肌に、ちょっと首やってなかったっていう方はオイル届いたらぜひ首までやってみてください。すごい感動すると思います。はい、ではここから洗っていくんですけれども、こちらのクレンジングオイルは乳化不要のオイルなので、もうそのままお肌洗い流していきます。はい、じゃあ洗っていきましょうか。はい、もうねお肌にねスルンと、肌からスッとねメイクが離れていって、このようにね簡単に落ちるんですけど、オイル独特のなんかいつまでもお肌に残っているっていう感じはね全くないと思います。はい、では全体的に洗い流していただきましたら、はい、拭き取っていただいた洗い上がりの肌をちょっとアップで皆さんに見ていただきたいなと思うんですが、皆さんいかがですか？伝わってますでしょうか？はい、ツルツルですよね。ね、すごいツヤツヤ、ツヤツヤになってるの皆さんわかるでしょうか？ちょっとね、こう、そう、プニプニしていただくと、ちょっとみずみずしい感じもね、あると思うんですけど、この潤いのあるツルンと滑らかな肌を感じていただけると思うんですけれども、うん、実際、中村さん触ってみてお肌どうですか？すごいしっとりしてて、もちもちな洗い上がりになってます。ね、なりますよね。はい、ありがとうございます。これから梅雨の季節はね、ベタつきも気になる、黒ずみケアをしたいっていう方もきっと増えると思うので、この時期だけはちょっとオイルに切り替えて、そこの部分だけでもねしていただくと毛穴すごいすっきりして、肌の印象ってねちょっと変わると思いますので、ぜひ一度こちらのクレンジングはお試しいただければと思います。はい、では中村さんありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと移動しますね。たっぷり使うのが、うん、本当にポイントなんですけど、先ほど出した感じでも多い感じは全くなくって、8プッシュを出しても3ヶ月しっかり使っていただける量になっております。はい、はい、そんな今回は新製品のクレンジングオイルが入ったスペシャルな初夏におすすめのキットがあるんですけれども、はい、ブライトスキンケアシークレットでございます。はい、はい、透明感ケアとエイジングケアの贅沢ケアがねこちらで叶うセットになってるんですけど、はい、セット内容が左から、はい、クレンジングオイル、はい、泡洗顔、そして皆さん大好きプレオイル、はい、はい、化粧水と化粧水と、はい、より良い美容液は今回限定の 50ml サイズ、はい、大きいサイズでご用意しております。はい、そしてクリームは、こちらのセットはジェル状のクリームで入っているんですけれども、なんとこちらのセット1万円以上お得な、予約でしか手に入らない限定セットになっているんですけれども、うん、こちらを使うとやっぱり今からマスクを取る、ね、うん、機会って増えてくると、そろそろなんか取れそうな感じですもんね、マスクね。皆さんしっかりメイクもしてお出かけされることも多いと思うので、うん、クレンジングも使っていただいて、マスクを取ってもこう自信を持てる、うん、透明感のあるこうすっぴん美肌、そういったセットになってます。うん、はい、すごい素敵ですよね。透明感大事、大事です。はい、はい、こちらでね6時さんの人気製品を一通りしっかり使っていただける、うん、そんなセットもご用意しているんですけれども、はい、先ほどのクレンジングオイルともう6時さんで大人気の泡洗顔、はい、はい、
こちらがセットになったクレンジングデュオブライトケアも今回登場するんですけど、はい、あの洗うケアは大事ですよ、うん、と今日すごく伝えさせていただいてるんですが、まずはあのロクシタンまだ使ったことないから洗うケアからまず試したいなっていう方にはこちらのクレンジングオイルともちもち泡洗顔ハイセットがおすすめですし、ちょっと落とすものはこだわってなかったよっていう方にもぜひ一度お試しいただきたいセットになっております。はい、はい、肌表面のさまざまな汚れを取るにはまずあのメイク汚れのようなね油汚れを落とすクレンジングオイルとそれ以外のね水性の汚れを落とす洗顔料がねダブルで使うっていうのも美肌ケアのポイントになっておりますので、あのこの2個一緒に使っていただきたいんですけど、あのダブル使いするとよりつるんとするのと透明感がねグッと出たのが私はもうすごい体験できた、はいはい、感じられたので皆様にもねこのキメが整ったなっていう感じをぜひお試しいただければと思います。はい、はい、そしてね簡単に美肌ケアができるセットでもあるので、はい、こちらお母様へのプレゼントにも私はすごいぴったりかなと思っています。そうですね、これ本物にも入っています。はい、はい、おすすめですね。そうなんですね、はい、山川さん母の日といえば、はい、あのおすすめの母の日ギフトが登場してるんですよね。あ、そうなんです、はいはい、今回はそれぞれ一つずつ私たちがね、はい、お母さんに渡したい母の日ギフトっていうのを実は用意してまいりました。はい、はいはい、それでは、はい、玉田さん、はい、せーの、じゃーん、サイズ感なんかね、はい、あなたは小さいの選びますか、大きいの選びますかみたいな感じになってますけれどもこちらをご紹介していきたいんですが、じゃあ、はい、玉田さんのまずこちらのセット気になるので何を選んだんですか。はい、はい、うん、私はボックスにもローズっていう風に書かせていただいていて、うん、ここかわいいですね。そうなんですよ、かわいいので、うん、ギフトにまさにぴったりなんですが、はい、こちらがじゃん、ロクシタンのベストセラー夜用のナイトリセット美容液と、はい、大人気の女性らしさあふれるローズのハンドクリームとのセットになっています。はい、はい、こちらに入ってるあのオーバーナイトリセットセラムは先ほどのシークレットのセットには限定の 50ml だったんですが、うん、はい、あの通常の 30ml とのセットになっています。使いやすいセットですね。はい、はい、そうなんですよ、はい、あのやっぱりねこうあの日頃のこうねぎらいとお疲れ様とか感謝の気持ちも込めてぜひこのよりよ美容液、うん、お母さんに使ってほしいなと思ってこのセット選んだんですが、この夜用のナイトリセット、オーバーナイトリセットセラムを使ってこうよあの夜こう寝る前に使って、はい、眠ってこう翌朝は薄い眠ったような、うん、ツヤ肌で一日過ごしていただもらえるようにこのセットを選びました。はい、素敵です。ぴったりだと思います。そうなんですよ、ね、この美容液とあとこのローズですねはちょっと去年花束が喜んでもらえたので、そうでしたね、はい、ちょっと花束の意味も込めて、うんうん、ちょっと手元のね乾燥対策と合わせてぜひちょっとお母さんに使ってほしいなと思っています。素敵です。こちら玉田セットになってます。はい、はい、山川さんは、はい、ちょっとすごく気になるんですけど、そうですね、すごく気になるんですけどちょっと皆さん気になる中身をね、はい、早速開けていきますけど、はい、このボックスに入ってあの実際もお届けするんですけどね、はい、開ける時の楽しみもありますよね。ね、そうですね。はい、では開けますと、じゃじゃーん、はい、皆さん大好きバービーのセットになってるんですけど、こちらは公式通販限定のセットになりまして、リフレッシュアロマキットというセットになってるんですけど、ロクシタンで人気の爽やかレモンのようなハーブが香るバービーのセットなんですが、皆さんから見て右側から、はい、ボディーソープ、こちらがロールタイプのオードトワレ、あのコロコロするオードトワレが入ってまして、であとハンドクリームが10ミリサイズで持ち運びもでちょっと便利な通常のものと比べると見えてるかな、ちっちゃいサイズで、はい、ご用意しております。はい、そしてこちらにはねこの素敵なプレゼントもね皆さんついているんですけど、あ、ちょっと広げていただいていいですか。じゃあ、はい、こちらはね、ジュート素材のすごい軽い、これからね、お出かけにもぴったりな、はい、バッグもなんと一緒についてるんですけれども、この時期はね、私の母は、
日差しもねちょうど心地よい季節になりましたけれども、うん、ちょっと草花の香りを楽しみながら散歩ができるということでね、最近よく散歩に出かけてるみたいなので、まず一日ね楽しくお散歩した後にはその風景を思い出しながら気持ちよく汗を洗い流してもらえたらいいかなと思って、まずはこちらのねボディーソープで洗っていただいて、そしてお風呂から出た後はオードトワレやハンドクリームでその余韻に浸りながらリフレッシュしていただきながらね、こう楽しく使っていただけるんじゃないかなっていうか、使ってほしいなと思って、私は母親を浮かべながらこちらのセットがいいなと思ったんですけど、友達と一緒に出かけることも多いと聞いてたので、このロールタッチはハンドクリームはね、こう一緒に香りをシェアしながら使ってもいただけるので、外出好きなお母様にはぜひこちらのバッグ付きの、はい、肩にかかります、はい、見えてますか皆様、はい、軽い素材のねバッグ付きでございますので、はい、こちらで楽しくこれからの季節をね堪能していただきたいなと思って、こちらを選ばせていただきました、はい、はい、すいません、玉田さんありがとうございます。はい、バッグはマッチなしになってます。はい、皆さんもコメントありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、お母様の日にねプレゼントするのはもちろんなんですけど、うん、大切なあの方へプレゼントしたり、うん、ちょっと日頃のご自身のご褒美に、はい、ご褒美にプレゼントで選んでいただくのもいいかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください、はい、はい、ではでは最後にもう一回クーポンコードをおさらいしておきましょう、はい、はい、本日のクーポンコードはこちらです。じゃん、はい、はい、2304LIVEYT です。クーポン方法、使用方法も一緒にお伝えいたします。製品をカートに入れていただいて購入手続きへというボタンを押していただくと、このようなカート内の画面に変わりますので、こちらでプレゼントコード 2304LIVEYT を入力して送信ボタンを押してください、はい、クーポンコードは配信中のみ表示されておりますのでメモもお願いいたします。プレゼントは先着400名様分、先ほどのふんわり柔らかイモーテル柄ルームシューズをプレゼントするんですけど、はい、ちょっと裏をね見せてほしいという、はい、すいませんコメントがあったので、ありがとうございます、はい、裏はどんな感じでしょうか。裏もちょっとこうサラサラっとした質感ですね、はい、はい、とっても軽くてねこの時期に履きやすい素材になっております、はいはい、こちらは8800以上のご購入でお一人様1回のみ使用可能でございます。お買い物対象はご予約製品を含む6社の公式通販ページの製品すべてでございまして、こちらはライブショッピング限定で店頭では行ってないプレゼントキャンペーンになっておりますので、ぜひご利用ください、はい、そして5月の14日までは、送料無料キャンペーンも実施中でございますので、ぜひこの機会にご利用ください、はい、ぜひゲットしてください。はい、では皆さんすいません、終わりの時間がちょっと近づいてまいりましたので、はい、次回のライブショッピングをお伝えしていきます、はい、はい、次回のライブショッピングは、はい、はい、5月27日の土曜日8時からでございます。公式通販なんと17周年記念ということで限定キットをご用意しておりますので、こちらをまたご紹介していきますね、はい、そしてこちらの見方なんですけれども、はい、携帯の6時さんの LINE 開いていただくとリッチメニューの中におすすめコンテンツというボタンが上にありますので、そちらを押していただくとライブショッピングというボタンが出てまいります。こちらを押していただくと本日と同じような感じでこちらからすぐにご覧いただけるようにもなっております。5月の25日の木曜日19時やってますね、はい、はい、19時からは皆さん大好評のちょこっと見せインスタライブをまたするんですけど、店舗のビューティーアドバイザーへのインタビューを今回も生配信でお届けします、うん、インスタグラムから配信をご覧いただけるので、ご登録がお済みでない方はインスタグラムで6時さんの公式アカウントをフォローしてぜひお待ちください。お時間は7時からでおります、7時からでございますので、はい、はい、間違いのないようにぜひこちらもご覧ください、はい、チェックしてみてください。はい、そうしましたらちょっと最後ね駆け足になりましたけど、はい、今日はハーブ香るリラックスケアできるアーティチョークと、そしてイモーテルで肌もね気分もすっきりリフレッシュしていただける、そんな製品をご用意しておりますので、皆さんぜひこれからの季節を楽しんで使ってください。はい、はい、ありがとうございます、はい、何か一言ないですか。そうですね、はい、やっぱり今からやっぱうだるくらい暑くなってくるので、うん、まあ、お肌もね半袖の季節やってきますので、はい、アーティチョークでこう綺麗なねお肌をより
こうケアしていただいて、はい、肌もツルツル肌でマスクなしで皆さんぜひお出かけできるようにぜひ今日の紹介アイテムで全部チェックしてみてください。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。